ケノー社群はアメリカ合衆国ウィスコンシン州の南東隅に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は166,426人であり、2000年の149,577人から11.3%増加した。軍庁所在地はケノー社市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ケノー社群はウィスコンシン州でも最も イリノイ州シカゴ市に近く、昔からシカゴ市郊外から移住者を受け入れてきた。2008年3月、ウィスコンシン州管理省の人工統計学者が、ケノー群の道路の改良、事業による人材需要、及び生活の質という要素によって、長年イリノイ州から移住する動機になってきたと報告した。2006年から2007年、ケノー群では424人の転入像があった。 ウィスコンシン州にありながら、アメリカ合衆国国勢調査局によるシカゴ、大都市圏に属するものとされている。過去10年で、商業開発が大きく進んだが、近接するシカゴやミルウォーキー市の経済に大きく依存している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は754平方マイルであり、このうち陸地273平方マイル。 水域は481平方マイルで、水域率は63.83%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍政府の行政部門で選挙によって選ばれる。役人は、軍執行役、地区検事、保安官、財務官、軍事務官、統機官、巡回裁判所事務官がいる。民主党員が多く選ばれている。 立法府は、軍政委員会である。小選挙区から選ばれる28人の委員で構成されている。軍執行役は春に、軍全体から無党派で選出される。地区県事、財務官、軍事務官、党機関は、大統領選挙がある年の秋に、軍全体から、党派選挙で選出され、保安官と巡回裁判所事務官は、州知事選挙のある年の秋に、軍全体から、 党派選挙で選出される、敬老者軍長舎と監獄、ありがとうございます。